はい、皆さんこんにちは、葉山の主観です。今回ですね、前回に引き続きドッグランとあと犬の熱中症対策、今回は話していきたいと思います。なんか今、ペコちゃんの方、はは言ってますけど、あ、そうですね、暑いですね。暑いよね、じゃあ、青いで、かっこいいですね。先生、犬って熱中症になった時ってどうなっちゃうんですか？熱中症の程度によると思うんですけども、うん、本当に重たい子はぐったりしてしまって意識が遠のいてしまって、うん、体がバタバタするような痙攣発作を起こしてしまうことっていうのがあります。それ突然来るんですかね？突然その状態にはならないんですね、はいはい、その手前に熱中症の初期症状っていうのがございます。その初期症状に飼い主様がいち早く気づいていただいて対応できるかどうかってところが、熱中症、命に関わる災害なので、なるべく早めのところに気づいていただいて適切な対応していくところが大事なので、熱中症の初期症状について今回お話しさせていただきます。お願いします。よくあるのは、暑い時にハハハハするパンピングって呼ばれるもの、これは口の水分をこう気化させて体温を下げているところになるんですけれども、本当に暑いとあれがずっと続いていきます。もしかしたらそれ暑い可能性があるので、ハハハハしている時には早めにお水を飲ませていただいたりだとか、はい、お水をかけてあげたりだとか、保冷剤を使って体を冷やしてあげる必要があるかなとは思います。その次の初期症状としては、体が熱いっていったところですね。だいたい熱中症になってしまうと39度5分を超えて40度41度っていう風になってくるところなんですけれども、はい、飼い主様の判断として体が熱いかどうかっていうのは、お耳を触っていただきたいんですね。お耳が一番わかります。お外で初めてお耳を触ってもこれが熱いのか正常の体温なのかどうかわからないところがあるので、普段お家の中で涼しくしている時のワンちゃんのお耳の温度っていうのを飼い主様がしっかりと覚えていただきたいですね、はいはいはい、その時の感覚と比べて熱いかなどうかなっていったところで体の体温が上がってるかどうかっていう判断になります。その時よりかも外の手触った時のが熱い場合っていうのは、先ほどと同じようにお水を飲ませたりだとか体の温度を下げてあげる必要があるかなとは思います。そこから先になってしまうと、よだれがものすごい出てきたりだとか、はいはい、よだれがもっとネバネバしたりだとか、あとは目とか口が充血、真っ赤になったりだとか、吐いちゃったり下痢しちゃったりっていう風になると、だんだん症状が重たくなってしまい、その先にぐったりしてしまうような状態になってしまうので、本当にハハハハとか体が熱いかなっていった時に早め早めに対応していただくところが大切かなとは思います。で、実際にやっぱり動物病院に勤務しているとぐったりになってしまうワンちゃんが運ばれてくることがあります。そういった状況になってしまった時に、飼い主様が動物病院まで運ぶ、その時にできることっていうのがたくさんあるのでご説明させていただきます、はい、必要なものは3つですね。まずはお散歩の時とかにも持っておくと良いかなと思うんですけども、はい、お水をお持ちください。そして2番目うちわですね。あ、ちょうど、持ってますね。そして3番目タオル。あ、ちょうど、ちょうどこの3つがあれば、はい、ぐったりしてしまった時の初期対応としてはとても必要なものになるんですね、はいはい、ここにぐったりしてしまったワンちゃんがいるとしますから、はいはい、まず体の上にタオルをかけてください、はい、タオルをかけると、はいね、はい、かけていただいた後に、はい、お水をかけていただきたいんですね、はい、タオルをかける意味っていうのは、はい、たくさんお水を持っているわけじゃないので、はい、1本分かけちゃうと首だけで終わっちゃったりすることがあるので、はいはいはい、タオル全体湿らせてあげることによって、はい、全身を水でかけることができます。そこからさらにその温度を下げるっていう意味ではうちわでとにかく仰いでいただく、はい、これが大切な対応になります。その時にもし意識があってお水が飲めるような状態でしたら、はい、お水も一緒に飲ませていただきたいんですけれども、はいはいはい、意識がぐったりしてしまっている時に無理してお水を飲ませようとしたりすると誤嚥してしまう、気管とか肺の方にお水が入ってしまうので、はいはいはい、飲みたくない時は無理してあげないようにしてください。そしてその状態で安全に動物病院の方に飼い主様ご自身と一緒に使っていただけたらと思います、はい、よく海なんかに行くとクーラーボックス、はい、クーラーボックスの中にカチ割りの氷を入れて飲み物を入れて冷やしてたり、はい、たまにワンちゃん連れてる方いるんですけど、例えば熱中症になりました、あ、じゃあ冷やそうっていうんでクーラーボックスの中のカチ割りの氷をこう袋に入ったままどさって乗せたりとかっていうのはどうなんですか？体温を下げる意味では、はい、氷とかは必要かなと思うんですけれども、はい、冷やしすぎてしまうことっていうのがあるんですね、はい、熱中症の時っていうのはとにかく全身に酸素を運ぶために循環が良くなって
らないといけないんですね、はいはい、このところ氷で冷やしすぎてしまうと血管が収縮してしまうので、はい、逆に治療のためと思ってやった氷っていうのがその回復っていうのを妨げてしまうことっていうのがあるので、はいはい、氷を使う場合は1枚タオルでくるんでいただいて、はいはい、当てて外して当てて外してくださいってところで冷やしすぎないように注意をすることが大事です。逆効果になっちゃう。今回のご説明させていただいて熱中症のように、はい、ワンちゃん猫ちゃん大切なご家族の病気の初期症状っていうのはかなりたくさんあります。私たち動物予防医療普及協会は飼い主様が知ることで行動することで防ぐことができるペットの病気や怪我があります。様々な情報を発信させていただいておりますので Facebook ページもございますのでぜひいいねボタンを押していただいてチェックしていただけたらと思います、はい、よろしくお願いいたします。アドレスは概要欄の方に載せますので。はい、ありがとうございます、はい、今ですね私たちの方では犬と人間が一緒になって遊べるアクティビティを広めていくような活動をしてるんですけれども、そういった活動をですねいろいろチェックしていただけるとありがたいなっていうのは、インスタグラムでワンダフルデイ2018と調べていただけるとページが出てきますんで、はい、チェックしていただけるとありがたいです。概要欄に載せておきますので、ありがとうございます、はい、こちらへ、はい本日の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。またですね、これからドッグラン作るのにちょこちょこと撮影していきたいと思いますので、また皆さんのご意見を聞きながらご指導いただきながらやっていきたいと思います。皆さんも楽しみに待っててください。では次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。